もう始まってます。はい。あ、おはようございます。おはようございます。今からイーちゃんのトラック、はい。出発前点検します。朝の6時半から。出るの12時回ってからです。出るのは12時。だから12時までまだアラーム。はい。以上でこれここで開けるんですよ。知ってます？これここあっちガチャンとやって。あのね。はい。しおくん。はい。トラック乗りたい憧れてる子がいるんですけど。はい。はい。トラックの中のそのレバーとか、はいはいはい、いろいろ疑問持ってやるんで、あ、はい、それ説明しましょうか。はい、いいですよ。ほな僕作りますよ。しおくんのために。はい。今日はしおくんのためにね、トラックをいろいろ教えたいと思います。あとね、はい、ここレバーで開くんですよ。あ、はい。わかります？はい。まずね、そしたらこれエアコンのフィルターが入ってるんで、はい、これを外して、はい、綺麗ですね。あ、はい。これはちゃんとホコリ取ってくださいよ。はい、取ります、はい、あとオイル点検ですね。はい、はい、この前ちょっとヤシの部入れたって言うとったんですけど、入ってるか。よいしょ。この見えます？丸いところ、上のね、右側の丸いところまでオイルがあったら OK なんですよ。はい、これ長いでしょ。長いですね。長いでしょ、これ長いでしょ。おい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 、これどうです？ちょっとあれですね。はい、これが水ですね。はい、です。一応、まあ前は僕これだけしかいつも見ません。あ、ここウォシャー液入れます。あ、ウォシャー液ちゃんと映してくださいよ。これウォシャー液入れます。はい、オイルはここから入れるんですよ。はい、次、うん、じゃあ吉野部のトラック内装紹介します？いっちゃん中紹介していいですか？はい、変なもん映ってなかったら大丈夫です。変なもんがないから大丈夫でしょう。ただ、吉信のトラック乗ります。これ今日の吉信のトラックなんで、吉信のトラック徹底的に、はい、徹底的に調べたいと思います。引き出しは開けるのは禁止で、はい、いきます。あとヘルメットと、あ、目やめても もちろん乗り込みます。はい。そしてこれメーター周りですね。メーター周り、これはアイドリングのね、あれです。これはね、車間距離をこう決めるボタンなんですよ。これオートクルーズですね。オートクルーズ、これがね、ヘッドライトのこうレベル高さ、こう高軸を合わせるやつですね。はい、これはね、何でしたっけ、3つ目の方ですね。3つ目がはいです。はい、あとこっちに来まして、これね、これパワーモードのボタンですね。これは1回押したら、エコモードなんですよ。エコモード、エコモード、エコモードで、ちょっと13と積んだ時は加速が悪いんで、はい、 その時はパワーモードにして走ると、あれなんですよ、グッと行くんですよ。うん、全然走りが変わります。あとこれは車幅灯と車高灯ですね。これマーカーとあれです、上についてる車高灯です。車高灯、上についてる車高灯とはあれのことです。3つの見えますか、あの車高灯ですね。はい、これがつくスイッチです。よいしょ。あとはもう僕徹底的にもう説明しますよ。これ後輪灯です。はい、これはほとんど使うことないんですけどね、氷とね。はい、はい、です。これはね、モードとかセレクトとか、これはもうあれです、走行距離とかトリップをゼロに戻したり、あとエコモードの なんかね、ここのモニターをいろいろちょっとチェックするやつですね、ボタンですね。あと室内灯ですね。室内灯、これトラックの箱の中です。これウイング開ける時のスイッチです。これとこれは、わかりません。わかりません。わかりません。ただほとんど使えるもんな。これは、燃焼の時に使いますね。強制の燃焼の時ですね。これは、トラックがスリップしないように、なんかこう、滑りやすい時のボタンですね。ちょっとわかりません。そうなるんですか？ちなみにこれ、PCS ってこれあれですか？オフって切れるんですか？レーダー。ブレーキの。僕オフにしてます。あ、これオフにしてるんや。はいはいはい。あれ、こんなボタンあったかな？ちょっと確認します。はい。これ、ES は何でしたっけ？ EG5。EG スタート？ EG スタート。EG スタートっていうのは、信号待ちとかでブレーキずっとちょっと長いこと踏んだらロックかかるんですよね。うん。だから、アクセル踏んだら、そのロックが解除される。EG にスタートっていう意味？はい。です。ほんまか。そうでしょ？はい。イスズ EG5 ですもんね。EG5 やわな。はい。これが、車線から出たら、ピピピってなるやつです。ね、これエコボタンっていうのはね、これあれなんですよ。ちょっと、高速道路とかで、90以内やったら、アクセル離したらね、クラッチ切れて、
燃費が上がるボタンです。これはもう魔法のボタンですね。魔法のボタン。はい。もうこれだけで、このスイッチだけで先月、僕と吉野部、燃費ワンツー取りましたからね。ワンツー取りましたからね。はい。このボタンでワンツー取りました。はい。これは、デフのスイッチですね。これデフのスイッチですけど。これエアサスの戻すボタンです。復帰するボタンです。ということで、ボタン説明は終わりです。あ、これ吉野部、僕の真似してますね、これ。これ僕もついてます。マグネットのやつ。これは、はい、これは愛の水中化です。愛の水中化です。はい。よし。吉野部のトラックを、天井から映したこんな感じですね。かっこいいわ。あと、吉野部は、方向材はポピーです。ポピー使ってます。ポピー。ビックスベボラップがあります。鼻詰まりくしゃみ通り。ビックスベボラップがあります。これ俺子供の頃以来塗ったことないけど。これ高かったんですよ、テーブル。これ買うときね、2週間ぐらい悩んでました。悩んでました。買おうかな、どうしようかな。結局買ってます。はい。ですね、もういっちゃんね、タバコ吸わないんですよ。あ、そうなんですか？いっちゃんもうタバコやめたんですよ。あ、これあるから、てっきり。うん、いっちゃんのタバコやめた理由教えましょうか。はい、肺に穴が開いたんですよ。やばいですね。肺に鼻が開いて、ほんで、すぐに病院に行かなあかんのに、はい、神体下ろしに行ってから病院に行っとった。マジですか？あの時に俺死ぬって言ってました。死ぬって言ってた。はい。前が。開けまして。はい。これ、湿布です。こんな感じですね。